まずはお土産屋みつきという土産物産店の店頭にある出来たてのさつま揚げが楽しめるかぼや清次郎というかまぼこ店をご紹介します。熱々の揚げかまぼこの次は箱根ティラミスというお店のひんやりスイーツをご紹介します。箱根名物の一つ、菊川商店のカステラ焼き箱根まんじゅうを紹介します。
次は地元という老舗和菓子店で人気の湯もちという和菓子をご紹介します。最後はまんじゅう屋菜の花というお店の蒸したてのほかほかのおまんじゅうをご紹介します。ありがとうございました。次回の動画はレトロな雰囲気が楽しめる茨城の癒しの古民家カフェをお届けします。よろしければ高評価、コメント、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。